ネタください。はい、どうも、Bレジェンド鍵谷です。ですね、まあ今はね、あの最初お伝えした通りですね、まあネタをいただければなと思います。なんかね、もう最近この YouTube 見ていただいてる方からですね、まあお声掛けいただくことあるんですよ。大会の会場とか行ってもそうですし、結構ジムとかでもね、あのうちのリアスタのね、リアスタルフィットネスクラブでも声掛けていただくのもあるんですけれども、結構この他のジムとかも行くんですよ。偵察っていうと言葉あるけど、まあ視察というかね、いろんなところに、まあ出張とか行った時にそのホテルの、ジムに行ったりとかね、いろいろするんですけど、よく声かけていただくんですよ。アビレジェンドの社長ですよねとかって言って、で、すごくありがたいんですけど、そういうお声掛けいただいて、よく声かけてもらう割にですね、なんかこういうの見たいとか、ああいうのやってくれみたいなのが意外となかなか届かなくてですね、ぜひね、なんか皆さんからそういうのいただきたいなと。ただね、ちょっと学生さんとかから声かかるときって、いや、柿谷さんってユーチューバーなんですよねとかって声かかるんですけど、いや、YouTube やってるけど、中学校の同級生なんかにも、なんか柿谷ユーチューバーになってるらしいよとかっていう話がなんか出てたって聞いたんですけど、まあ確かにユーチューバーやってますけど、まあユーチューバーっていうのは、まあ原則ですよ。ユーチューバーっていうのは、まあ YouTube で得られるこの広告収入とかね、タイアップ企画とかね、まあこういう商品紹介とかってやるんですけど、どっちかっていうと、うち僕の場合こうビールジェンドしか紹介してないから、だから YouTuber という、まあビールジェンド宣伝してるっていうことを言えばそうなのかもしれないんですけど、だけどどうなんですかね。ただ何が言いたいかというとね、 YouTuber ってわけじゃないから、なんか無茶なことさせないでくださいねって話ですよ。なんか、なんだろう、街中でちょっと迷惑になるようなことをしろとかね、なんかそういうのは当然もういいおっさんですからね、もう本当いい加減いいおっさんなので、そういうことはしないんですけれども、なんかね、なんか、なんだろうな、で結構ね、なんか作ってください依頼はあるんですよ。B レジェンドケーキ作ってみてくださいとか、なんかそのね、なんか B レジェンドキッチンやってみるかとかっていう話もちょっとスタッフとしてたりもするんですけど、でキッチンどうするんだとか、どこでカメラ回すんだとか、なんかそんなことを考えるとね、なかなかちょっとね、動きが取れなくて、まあ自宅で撮ってくるっていうのも一つなんですけど、なかなかいいアイデアが出ないから、まあいつもなんだかんだちょこちょこやってるんですけどね、出ないから、まあこれはもう視聴者の皆様にも伺おうと、聞いてみようと、こういう動画が見たいとかね、こういう動画面白いんじゃないのとか、なんかそういうのがあればですね、まあ結構ね、うちにそのモニターのサポートしてる選手とか、まあリアルサルフィットネスクラブの方のトレーナーとかも、まあベスボとか、パワーとかでね、結構勝ったりしてる選手も、たくさんいるので、まあ彼らのね、ガチトレーニング動画とかもね、ああいうのは一つ面白いんじゃないかなと思ってるんですけど、まあそのあたりはね、まあまた、抑えようと思ってますが、なんか他いいのなんかないかなとかって思って、なんだろうな、なんかその YouTuber 的なのだったら、なんか何々の美女がとかって言ってね、なんか女の子連れてるような動画あるけど、なんかああいうのももういいおっさんがやったらただのエロでしかないしね、と思ったり、なんかないのかなと思ってるんですよね。はい。まあ本当ね、なんかできればこう B レジェンドと関係ある動画にしたいなとは、それは当然思ってるので、なんかないですかね。はい。そうですね。ちょっとすいません。喋りながら喉が渇いたので。なんかね、なんかトレーニング動画もやってるし、スタッフもまあいろいろ考えてやってくれてるしなんですけど、何がいいかな。まあ DVD もやってるのでね、その DVD の方のなんか関係で他のスポーツっていうのもありかもしれないですね。うん。うん、何があるかな。なんかないですかね。で今もうカメラ撮ってるスタッフに聞いてますけどね。このジャンボシェーカーいいですよ。ジャンボシェーカー、今はビーレジェンド BCA 飲んで入れて飲んでるけどね、いいですよ。仕事中はこれ飲みながらね。はい。まあ何の話だっけ。まあそういうことじゃなくて、なんかね、面白い企画があればぜひご投稿いただければなと思います。はい。どしどしご応募ください。で、まあこの動画でグッドボタンっていうのも、まあどうかはわかんないですけど、まあよければグッドボタンを押してください。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。
あとまあ学生さんとかだったらね、お友達にまあビレジェンド鍵谷にこんな動画いいんじゃないかっていうのあれば、まあシェアしていただいてね、まあ皆さんでコメントいただければと思います。シェアボタンもあるのでお願いします。ということでまたお会いしましょう。どしどしお待ちしております。さよなら。